今回の舞台は日本橋人形町。セロの会いたい人がいるという。世界的に有名な人形を作る人なんです。はい、ああ人形師、まあ人形町ですからね。やってきたのはセロ、あれかな、ジュサブロー館。ジュサブロー、あ、これっぽいね。これかな、ジュサブロー館。セロが会いたかった人物とは。先生いらっしゃいますね。はい、はい、こちらに。はい、いらっしゃいませ。ジュサブロー先生。はい、そうです。藤村先生。はい、そうです。海外のエンターテインメント界にもその名が知れ渡る人形作家辻村寿三郎。日本人形の創作はもとより NHK 新発見伝の人形美術を手掛けるなど、テレビ舞台あらゆるジャンルで活躍。命を宿しているかのようなその作品はまさに名人の仕事と呼びにふさわしい。さらに人形を操ることにかけても超一流。世界が認める名人の技を見せていただく。お前、生きてるみたい。生きてる、生きてる。どうしましょう。血が通ってるように見えますね。ねえ、そのなんか見たこの何を、はい、手つきがすごい。非常に細やかな、細かい動き。館内を見渡すセロ。ふと壁に飾られている不思議な人形に目が止まる。何の人形なのか聞いてみると、これはね、あのほら星の神様ね。Sorry? 星の神様。ちょうどあのこれあの鏡に映った感じ、鏡にこう映ってるようにして今作った。十二星座を意味するこちらの人形、鏡に映っているかのように作ることで、いろいろな角度から見つめた自分を表現している。ぜひまた来てください。お客さん来た。お客さんいらっしゃいます。先生の話を聞いていると、お客さんが館内に。どうも。はい。ここで先生の作品に触発されたセロがあることを思いつく。はい、今あの鏡の話をしていただいて、はい、僕も実はひらめきました。はいはい、で今ひらめいたマジックをここで皆さんにお見せしたいと思います。はい、鏡を使ったサプライズとは一体。周囲の熱い視線の中、セロのサプライズが静かに幕を開ける。まずはカードを取り出し、先生に1枚選んでもらう。スペードの6です。先生が選んだのはスペードの6。続いてそれにサインをしてもらう。はい、グレート、ジュサブロ。世界に1枚しかないカードが完成。では説明をします。これから今言ったようにジュサブロ先生の選んだカード、サインしたカードを鏡の世界を使ってカードを当てたいと思います。鏡を使って当てるとは一体どういうことなのか。選んだカードを束の中に戻す。これまずよく混ぜましょう。 OK。 そしてよく混ぜる。これで入りました。 OK。 いよいよサプライズの扉が開かれる。 Now watch。 鏡に向かいゆっくりとカードをかざす。そして1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。見事先生の選んだカードを当てたセロ。しかし大事な鏡にひびが。何これ。大丈夫いや、悪い。飛んでない、飛んでない。大丈夫、大丈夫。飛ばなかった。飛んでないです、飛んでない。大丈夫、大丈夫。先生、I'm so sorry。すごい、すごい。なんで？すごくない、すごい。すごくない、ごめん、カード割っちゃった。予想外のハプニング。この後、セロがさらなる予想外の行動に出る。これ、外れますか？外れますか？外れるでしょ？それ、タオルかけてあるだけだから。割れた鏡をおもむろに外す。一体どうしようというのか。大丈夫ですか？
ちょっと先生これ見てください、はいはい、見てください、見えます Everybody、うん、okay、 これちょっと結構割れてます、うん、すごいよね、はい、Watch、うん、この割れ目、鏡の割れ目に向かって手をかざす、何、そして力を込めると、何何、うわ